超能力とやらで私を殺してください。俺は超能力なんて信じない。これは殺人事件だ。今の言葉は撤回しなければ。超能力で彼女を殺すと言ったの。私殺されるかもしれない。これ、殺された？そんなわけありませんので、私とチャットしてたんですから。水谷さん、俺はあの女にはめられたんだ。あいつはひどい女なんだ。たった一つの真実、それは君の熱い口づけでも。エレベーターで降りていった社長を僕がいつどうやって射殺できたか説明してくれよ、名探偵くん。残念ですが亡くなられています。あんが死んだなんて何、嘘だよな。君は愛する者をその手に取り返せるかな。完全に僕の負けです。ランを助けてくれ。俺は何をなかったのか。